ちは。ふれあい歌謡ランドの時間がやってまいりました。徳間ジャパンの三谷亜美です。そして徳間ジャパンの総一です。どうぞよろしくお願いします。思えばですね、はいはい、私たちの自己紹介的なものとかね、いろいろともろもろとお話ししてなかったんではないかなと思ってますけど、6月から一緒に放送させていただいて、はい、やってないですね。やってないですよね。今日はね、はい、ゲストさん実は皆さんお忙しいとかいらっしゃらないので、そうなんですよね、私と総一さんのちょっとプロフィール的なこともねお話ししたいなと思うんですけど、はい、まず、はい、三谷からでよろしいでしょうか。あ、どうぞどうぞ。すいません、三谷ですね。私あの今年21歳になるんですけども、うん、あの、はい、18歳の時にですね、はい、あの芸能界に入らせていただきまして、あの少しお時間というかお休みの時間を設けて、あの7年前2013年にあの発売をさせていただきました、はい、インディーズですね。7年間インディーズで活動してまいりまして、はいはい、もう本当にメーカーさんで曲を出したいというこれずっと思ってたんですね、でもなかなか本当にこう自分の実力不足とかね、その応援とかが本当に足りなくて、やっぱ7年間こういろんな難しさを感じながらも、やっと今年というか本当に7月29日にあの念願の念願だったこうメーカーさんでの発売、メジャーで発売をさせていただきましたけどね。でも本当この7年間って あの自分に思うことは決して無駄の時間じゃなかったというか、本当たくさん勉強させてもらいました、はいはい、そんな三谷亜美ですけども、後々ね総一さんもプロフィールをねお伝えしていきたいなと思いますけど、はい、三谷亜美ねキャッチフレーズみたいなのをね作りたいなと思いまして、あのアレマブログで、はい、お風呂の話題をですね設けておりまして、はい、私なんか見てますよ楽しみに。プロガール、プロガール歌謡歌手三谷亜美、体育会系じゃなくてそれですね、ある雑誌に体育会系新人デビューって書いてありますちょっとガクッとしましたけどもね、プロガー ル, プロガール、ね、歌謡歌手三谷亜美、はいはい、もうお風呂といえば三谷亜美って言っていただけたらいいなと思って、前髪パッツンの、はい、前髪パッツン、あのクレオパトラ亜美でもいいんですけどもあのフロガール歌謡歌手三谷亜美っていうキャッチフレーズでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。フロガール亜美ちゃんって呼んでいいですか。はい、はい、呼んでください。それでは、番組ではリクエストお便りをお待ちしております。宛先は 320-8601 栃木放送ふれあい歌謡ランドの係まで。それではふれあい歌謡ランドお楽しみください。徳間ジャパン三谷亜美、黄昏の風、思い出の彼との切ないバラード曲、黄昏の風。最後まで優しかったから、いつの母への思いを霞草になぞらえて歌った、霞草のように、霞草のように、徳間ジャパンの総一が歌う霞草のように、暖かいあなたの声。それではですね、あの次にかけさせていただきたい曲なんですけどもね、あの長崎県のねタイトルというかの曲なんですけど、私の、デビュー曲、はい、の先生が長崎の方で、ね、ちょっとお亡くなりになって今年3年が経ちまして、はい、先生とのこのお約束だったのが本当は黄昏のパフェというかメジャーで発売をするためにあの土台を作ってあげるからって7年前に言っていただいた、はい、そんな思いからですね、この曲グレープさんで
グレープさんで精霊流しお聞きいただきました。今年はですね、皆さんお盆に帰省ねできなかった方がたくさんいらっしゃるんではないかなと思います。三ツ矢もね、田舎の千葉には今年は帰れなかったです。そうなんですか。もうこういう時代なんで仕方がないので、はい、この曲で皆様ふるさとを思い浮かべていただけたら嬉しいなと思います。それでは総一さんのリクエスト曲です。はい、私の曲なんですけどもね、南沙織さんの色づく町という曲なんですけどね、私、まあ、南沙織さん17歳という曲でデビューして、その時私17歳だったんですよ。南沙織さんと同じ年なんですよ。同じ年なんですね。でね、その頃ちょうど17歳の時に付き合ってた彼女がいるんですよね。でその時17歳を聞きながらね、はい、付き合ってたんですよ、うん、その何年か後に別れたんですよ、うん、彼女とね、うん、その時にかかってた曲が色づく街、うん、あら、じゃあ皆さん、総一さんのお気持ちとなって聞いていただけたらと思いますけど、はい、それでは南沙織さんで色づく街お聴きください。ふと触れ合った心の出会い、そしてそれがいつしか懐かしい思い出に、歌、心、愛、お送りいたします。歌の散歩道、こんにちは、 NOBBY のノビーです。それから今月はこの方をお招きしております。こんにちは。こんにちは、松浦亜希人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松浦さん、茨城の出身、はい、まあ、茨城をベースにしてあちこち頑張ってらっしゃると、はい、そうです、ことですよね、はい、楽器は何かおやりになりますか。楽器はほとんど、ギターを少々で。ああ、そうなんですか。作曲するときにちょっと確認するテープを作るぐらいですね。はい。そうですか。のみさんは楽器なんかやりますか。私は今何も、昔はギターやってたんですけど。ギター少しね。ちょっとだけ。まあ、とっつきやすくてギターは手軽でいいですよね。はい。そうですもんね。はい。さあ、まずじゃあ今日の1曲目、のみさんのこの歌からいきましょう。はい、のみの歌でおにぎりいってください。Oh, yeah.
そうだよね。いい歌詞でね。はい、で曲作りもそうですけど、その、はい、参加する、簡単に参加できるし、うん、でそういったその世界に関わるし、はい、自分で作ったり歌ったり、はい、自分でこう手軽にできるそういう昔はところがそういうことなかったから、はい、なかなかね入れない世界でしょうね。そうですね。で今はもうスッと気軽に誰でも入れる世界ですから、もうバーッと広がっちゃってね、いろんな人がこうやって、その中からまた、ゆうたも生まれてくるわけですけど、またそうでない人もたくさんありますから、なんか出てくるの大変ですよね。そうです、逆に。本当に狭き門ならいいけど、広き門だから、ね。その中でやっぱりそうそう皆さんに拾っていただく楽曲なら、これは難しいことですね。難しいですね。どういうテーマにやるのかとかいろいろあるけど、はい、そのテーマによってなんでしょうけど、やっぱり世代ってのはありますもんね。時代もあるしね、背景もあるし、まあレコード会社でもいろいろ考えながら、ディレクターも考えながら、はい、これなら売れるだと思ってみんな出すわけですよね。なかなかそれがね、難しいですよね。難しいです。さあ、流れてまいりました。これはあれですか？はい、私のカップリング曲。あ、そうですか。はい、ご紹介ください。はい、ごめんよです。お前は膝の上で子猫をあやすように俺の心を包んでくれていた。悪いのは俺だと分かっていることなのに、甘えるだけの自分に嫌気がさしたのさ。涙が滲む。
つもので、そうですね、最後の花とは違う、はい、ね、気軽にスッと入ってるよ、ね、そうですね、何の無理もなく、おお、そうですか、うん、いいね、こっちもね、うん、そうなんですよ、あの放送にはあまりかけてない曲なんですね、うん、何かあったらかけた方がいいですよ、これも、あ、ね、あどうなるか分かんないですけど、これはホントです、いや私こっちの好きだわと、うん、絶対いるはずですよ、うん、結構ありますもんね、女性の方からはね、カップリンパッチって言われることありますよ、うん、そうだよね、うん、ぜひまあどれがどうなるか分かんないから、はい、なるべく皆さんにね聞いてもらった方がいいかもかな、はい、それでありがとうございます、そういうことで今日もそろそろお別れです、はい、お相手は、はい、今日のお相手はノービーと松浦明人でした、じゃあごきげんよう。でお楽しみいただきました。さあいよいよ7月29日から発売をいたしました、私三つ闇ですけれども、黄昏のカフェ、YouTube で MV などいろいろ流しておりますけども、いろいろ皆様に応援していただけたら嬉しいなと思います。そして私 YouTube やっております、黄昏のカフェを年間で50件、お送りしていきたいと思いますので、ぜひぜひこちらもお願いいたします。それでは私の三つ闇の黄昏のカフェお聞きください。
29日発売いたしました徳間ジャパン三つ矢網黄昏のカフェをお聞きいただきました。総一さん、はい、ではではプロフィールお願いします。はい、初めにね、はい、あみちゃんのプロフィールをお聞きしましたので、うんうん、じゃあ私のプロフィールちょっと話しさせていただきます。多分ねあみちゃん、うん、多分じゃないやもう全然生まれてないと思うんだけどもう50年ぐらい前かな、はい、50年近く前にね私プロ目指して勉強してたんですけどね、はい、その頃当然もうカラオケなんか世の中になかったんですよね、はいはい、で歌を歌うとすればもう生バンドで歌うしかなかった時代なんですよね。で私某クラブで生バンドでちょっと歌ってましてね、はい、学生の時に、で、まあ、当時ねムード歌謡が全盛の時代だったんですよ、うんはい、ですからサザンクロスだとかね、うん、ハッピーアンドブルーだとか、はいまあ、そんな人の歌をね生バンドで歌ってたんですね、うん、でそこでたまたま私のファンができまして、はいで一番最初にねリクエストもらったのがサザンクロスのね、育児なし。あ、育児なしですね。うん。まあ、それで、まあ、いろんなの曲を歌わせてもらって、うんはい、で、お客さんがいろいろついて、デビュー直前まで来たんですけども、うん、母に大反対されましてね、うんはい。で、サラリーマンになっちゃったんですよ。うん、で、まあ、サラリーマン時代もね、はい、歌手の夢を持ち続けて、はいうん、勉強をし続けてね、はい、いろいろカラオケの大会とかいろいろ出て、うん、で、まあ、定年になって、はいまあ、この後で私の曲これ母の曲を、はい、ことを歌った曲なんですけどね、まあ、母がもう頑張ってきたんだから、うん、もうお前の好きなことやっていいよと言われましてね逆に反対した母が、うん、背中を押してくれたんですよ、はいはい、で66でデビューしました。はい、食の新人という、ねはい、キャッチフレーズがありますけど、はい、それでは、はい、それではお願いします。はい、私総一の歌でかすみ草のようにお聴きください。私総一の曲で霞草のようにお聴きいただきました。育ててくれたお母さん、あの日の母にもう一度、七海が歌います。母恋桜、また会えるよね。日本の大地に元気を、そんな応援歌ができました。日本クラブ和田誠司&桜千佳子、二人が歌う豊作祭り歌、豊作祭り歌。ふれあい歌謡ランドいかがでしたか。本日のエンディング曲は角川博さんで雨の降臨棒です。
さあいよいよと私たちのイベントも近づいてきました。そうですね、アミちゃん、はい、もう来週ですか。いやもうですね、あと2日後なんですよ。そうですね、8月24日東京グランドホテル新曲発表を行います、はい、まだ大丈夫かな、ご連絡ください。メッセンジャーでも何でも構いません。そして総一さん、ね、私が来週でした、はい、間違えました。私が8月30日で、上野のキーです、はい、まだ私の方も大丈夫ですので、じゃあぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。番組ではリクエストお便りをお待ちしております。宛先は 320-8601 栃木放送ふれあい歌謡ランドの係まで。それでは加藤川博さんで雨の降臨棒をお聞きいただきながらお別れいたしましょう。また来週、さようなら。一人たたずむせせらぎ通り別れてきました私から。